いいいで見ててただいてますけれども大臣自立してなかったみたいな話、やめてもらえません、自立されている方々ですから、自分たちで路上で生活をしながら、人の人生はそれぞれ選べるっていう自由があるじゃないですか、それをどうしてわざわざ自分たちが用意したこの中に入れって、おかしくないですよ、考えてみてくださいよ、まあ、もちろんきれいな生活したことがないような先生方にとっては、全く意味が分かんない話かもしんない、人間の尊厳の問題じゃないですか、すべての個人が尊厳を持って生活をしという、アジェンダ21に書かれていることをご存知でしょ。 金や票でつながっているようなね派閥だったりいろんなものがないんですからでも大臣も最初から全然答える気がないからね。アジェンダ21これ遵守する気があるんですかってったらもうそれなんかいろんなものがあってどうのこうの適応がかもしれないしどうのこうのって言われて最初から逃げるじゃないですか追いかけるしかなくなるでしょこっちは追いかけますよね残り時間たっぷり愚か者目がこの言っちゃだめだよくだらん選択をしてバカ者でも絶対多数と。